フォールズ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,866人であり、2000年の18,576人から3.8%減少した。軍庁所在地はマーリン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フォールズ軍は1850年に設立された。名は ブラゾス川にある滝にちなんで名付けられており、その滝は、マーリン市からは、数マイル、農場市場直結道路712号線沿いにある、フォールズ・オン・ザ・ブラゾス公園で見ることができる。軍経済は、農業とその周辺に大きく依存している。トウモロコシの生産校では、州内第6位の軍である。ブラゾス川は、ウェイコ族、タワコニ族、アナダー公族などインディアンの狩猟場だった。 コマンチ族は、好戦的な性格であり、他部族を地域から追い出した。ウィチタ族のタワコニ氏族は、州北部の出だったが、南の東テキサスに移住してきた。1843年からは、テキサス共和国やアメリカ合衆国と結んだ条約の相手がタワコニ氏族だった。1830年代初期には、チェロキー族が移住してきた。サミュエル・ヒューストンが、 チェロキー族、ウールウテカ州長の息子、ジョン・ジョリーを養子にし、1836年2月には、チェロキー族ボール州長とテキサス共和国の間の条約を交渉した。1839年1月、ホセ・マリア州長の指導するアナダーコ族によって、ジョージ・モーガンとジョン・マーリンの家屋で2回の虐殺が起きた。開拓者が報復のための攻撃を行ったが、効果なく、 撤退を強いられた。1846年、いくつかの部族がアメリカ合衆国政府と条約を結んだ。スターリング・シー・ロバートソンとロバート・レフトウィッチがコアウィライテハス州議会から開拓者800家族分の土地特許を受けた。入植できる家族数を規定することでメキシコ政府は地域の支配を継続することを目指していた。ロバートソンはそのナッシュビルコロニーに アメリカ人開拓者を連れてくるようになった。その多くはアラバマ州、テネシー州、ミシシッピ州から来ていた。ロバートソンはコロニーの首都をサラビルでビースカと名付けた。1834年にビースカ砦が建設され、1835年にはミラム砦と改名された。1836年のランナウェイスクレープの時に開拓地は放棄されたが、 サンジャシンとの戦い後に再度開拓者が入った。1850年、テキサス州議会が、ライムストーン軍とミラム軍の一部を合わせて、フォールズ軍を設立した。軍名は、ブラゾス川にある滝にちなんで名付けられた。マーリンが、軍庁所在地になった。1860年国勢調査では、軍内に1716人の奴隷がいた。 フォール軍の住民投票で合衆国からの脱退に賛成した。レコンストラクション時代、フォールズ軍は南軍が占領した地域から遠く離れていたこともあって、他地域よりもうまく過ごせた。1890年代に熱い高潜水の癒し効果で知られるようになった。コンラット・ヒルトンがフォールズホテルを建設し、温泉から高泉浴槽までトンネルを掘って事業にした。 1870年頃、ヒューストンテキサスセントラル鉄道が軍内を通る最初の鉄道になった。サンアントニオアランサス、パス鉄道の上越線には多くの駅ができた。1902年、ミズーリーパシフィック鉄道が軍内を通った。1850年代に初代軍庁舎として機能した丸太造りの建物が2代目の沼ひのキ材の建物に置き換えられた。 この二代目は1870年に火事で焼けた。三代目は1876年に建設されたが、1886年の嵐で損傷を受けた。四代目は1888年に建設されたが、急速に劣化が始まった。五代目は建築家アーサー・イ、e、ートーマスによって、コンクリート、レンガ、石を使って建てられ、1939年に完工した。 これが、現在も使われている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は774平方マイルで、あり、このうち、陸地769平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.61%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テキサス州刑事司法省が、マーリン氏で、 男性用中継施設であるマーリン刑務所を運営している。この施設は1992年6月に開設され、1995年5月にテキサス州青年委員会に移管された。テキサス州青年委員会に属している時にマーリン順応評価施設と呼ばれ、1995年の開所から2007年にテキサス州青年委員会の手を離れるまで、 委員会に委ねられた両性の子供たちの適応のための場所として機能していた。2007年9月、施設はテキサス州刑事司法省の管轄に戻された。テキサス州刑事司法省は、軍内マーリン市の南西の未編入領域に位置する女性用刑務所、ウィリアム・ P ・ホビー刑務所も運営している。ありがとうございます。